アニメ史上前代未聞となる体制で挑み、これ以上ない最高のスタートを切ったアニメ、早々のフリーレーンということでね、今回は、ついに放送が開始されました、早々のフリーレーン。え、第1話から第4話、初回2時間金曜ロードショーをね、え、見ての感想を話していきたいと思います。まずはじめに、最高に良かったです。もう本当にね、これ以上ない最高のクオリティで、もう全く一切の余地なくですね、いらないシーンが一切ない、いらないセリフが一切ない。それでいて、この4話にね、綺麗にまとめて終わり そして新たな始まりを描いてきた創造のフリーレン。すごいね、初回のつかみとしては最高だったんじゃないかなっていうところでございました。で、本作、創造のフリーレンっていうのは、いわゆるな魔王勇者者をひねったような内容というかね、始まりになっておりまして、まあ、王道的な、その勇者の物語っていうのは、まあ、勇者がね、魔王を討伐するまでの話が描かれていくわけなんですけども、本作っていうのは、そんな勇者が魔王を倒して世界に平和が訪れた後の、いわゆるな後日談になってくるわけなんですよね。そんな世界で、勇者パーティー、勇者ヒンメルと共に冒険をしていった、 魔法使いのエルフ、フリーレンっていうのが、勇者ヒンメルと死に別れたことがきっかけとなって、もっとね、彼のこと、そのヒンメルのことをなんでもっと知ろうとしなかったんだという後悔から始まるわけなんですよね。そうやって、フリーレンの後悔を描いた後に、フリーレンっていうのは、もう一度、ヒンメルを理解する、人というものを理解するために、過去10年にわたり勇者たちと共に歩んでいった冒険の軌跡っていうのを、もう一度たどり始めるっていう、一つの冒険が終わって、また新たな冒険が始まる あるまでを描いていたっていうですね。もうめちゃくちゃエモいんですよね始まり方が。うん。本当この作品はどのシーンもすごい大切でいらないセリフが一切ないぐらいですね。もう本当一つ一つのことがめちゃめちゃ染みるんですよね。だってもうテーマすごいこの作品の根幹にあるテーマっていうのがまあ、何かっていうとまあ諸行無常なこの世を生きることとはっていうところにあると思うんですよね。うん。本当このこの世のものっていうのは本当移り変わっていくものであってその人っていうのは人っていうかもう生き物全てっていうのは生き 生まれてて消滅するっいいうこういうこ運命のの輪廻の中で、永久に変わわらなななないいいいいいもののんんんてててううは一切ないんだっていうことを描いているわけでですよねでそんな常に変化していく世界の中で限られた人生をどうやって生き抜いていくのかっていうのを人から見たら英語の時を生きていくエルフ視点から描いてくるっていうね。まあ、それがこの創造フリーネになっていくわけなんですよね。まさにこの人とエルフっていうこの短名詞と長名詞のこの時間の流れの違いっていうのがですね、もろにこの作品のもうメインテーマとして描かれて っていうところでございましてそれをですねすごいね長い時間を生きるエルフのフリーレーン視点から描いているからこそもう一瞬で時がもう進んでいくわけなんですよね10年20年30年50年の月日っていうのが本当一瞬瞬くように過ぎていくところでございましてもう視聴者もその錯覚に陥るわけなんですよねあれさっきまでヒンメルあんなにかっこよくてイケメンだったのにもう次やった時にはもうもうしょぼくくれたおじいさんになってるじゃんっていうねこの一瞬のすれ違いっていうのがですね本当運命を決定的に分かつ瞬間でございます ましてまあそれをですねフリーレンっていうのは感じた時になんでもっとヒンメルのことを分かろうとしなかったんだろうっていう後悔が生まれてもう一度旅を始めるっていうねやっぱり一貫して描いていたことっていうのがフリーレンがヒンメルを理解しようとする話だったっていうところにあるわけなんですよねですのでフリーレンっていうのはヒンメルの死後かつて果たせなかった約束そしてもう一度あの時の気持ちを再確認というかあの時分からなかった気持ちを確認するために同じようなことをしていくわけなんですよねそうしてフリーレンっていうのは10年の旅の中では分かり得なかった感情 っていうのを、この、もう一度、二度目の旅の中で、その獲得していくっていう、そうやって徐々に徐々にヒンメルという存在の理解を深めていって、人とは何か、人の心とは何なのかっていうね、まあそういうところに近づいていく話なのかなと、見ていて思ったところでございました。 で、すごいね、一番印象的だったシーンっていうのが、まあ一つ挙げるとしたらですね、やっぱりこの、エーラ流星の下りでございまして、魔王を倒した後にみんなでエーラ流星っていうものを見るんですよね。これが50年に一度訪れる流星群でございまして、平和な時代の幕開けにはちょうどいいなって言ってヒンメルが、あの、言うんですけれども、まあそれに対してフリーレンは、街中だと見えにくいねと <laughs>、その感動を台無しにするようなセリフを言って、じゃあもう一度、50年後、もっと綺麗に見える場所でもう見ようっていうね、その約束を発するわけなんですよね。 で、その後、フリーレンはパッとみんなの元を離れていって、50年後また再び戻ってくるっていうね、約束を果たしに戻ってくるんですけれども、フリーレンにしたら、たった50年なんですよね。ほんとその、フリーレンっていうもう何千年もの時を生きる、えー、そのエルフという種族から見たら、その50年ってほんのちっぽけ、ほんの1週間とか2週間とかそれぐらいの感覚だと思うんですよね。ほんと瞬くように過ぎていく。そんな一時のその感覚なんですけれども、人間からしたらもうそれは人生の大半でございまして、その流れの違いっていうのはその時は理解していないからこそ、もう もうすごいですね。この後の感動が待っていくわけなんですよね。もうみんな、年老いたヒンメル、ハイター、アイゼンっていうね、勇者パーティーのみんなと共に、もう一度ね、いい、その景色のいいところでエイラ流星を見に行くっていう。この時にね、言ったもうヒンメルのセルが最高でございまして。こうしているとあの時に戻ったかのようだ。色々なところを旅したね。何もかもが神聖できらめいて見えた。その美しい思い出の中には、いつも君たちがいた。僕はね、全員が揃うこの日を待ち望んでいたんだ。ありがとうフリーレン。君のおかげで最後にとても楽しい冒険が ができた綺麗だっていうねここがめちゃくちゃよくってその最初にも言ったようにこの作品のテーマっていうのは、まあ、諸行無常なこの世を生きることにあると思うんですけれども、まあ、その諸行無常っていうこの生きていく中でこの世界っていうのは変わり続けていく変化し続けていくそんな中にも変わらないものはあるんだっていうのをここで 見つけるんですよね。綺麗だっていう。この綺麗だは、あの時と全く変わらない気持ちで言っているわけなんですよね。このヒンメルのずっと胸の中で、流星群っていうのは一瞬の瞬き、星の瞬きなんですけども、それがずっと心の中にあったわけなんですよね。それを最後、見て、綺麗だって言って、その人生を終えるっていう、これがもう感動しないほかないだろうっていうね。もうめちゃくちゃ最高のシーンでしたね。ほんとフリーレーンからしたらちょっとの時間50年ぐらいね、合わなかっただけで、この口調がガラッと変わっていたりとか、趣味思考も変わっていたりとか、 でもそれはフリーレンっていうその長命のねもう長い時間を過ぎていくものからこその視点であって人から見たらそれは全然違うんだよっていうやっぱそこら辺の違いっていうのをほんと時間の経過をめちゃくちゃ丁寧に描いているところがですねすごく良かったですねだからこそ,その背景美術とかもすごいこだわっておりまして一瞬しか映されない映像っていう背景にもですねめちゃくちゃこだわって書き込んでいるわけなんですよねそれがすごくね美しく心の中に一瞬のワンカットなんですけれども深く刻まれてゆくっていうねすごいですねまあ丁寧 で、気合の入った映像だなと思ったりしましたね。うん。あと音楽もめちゃくちゃ素晴らしくって、まぁ、あ、回想のね、もう輝かしき冒険の日々っていうのを思い出した瞬間のね、この音楽とかね、まあ、それからすごくね、印象的なまあシーンでガッとね、音楽で盛り上げてくるところとか、すごくね、もうその印象に残るシーンっていうのは、もう漏れなくですね、音楽もめちゃくちゃいいわけなんですよね。まあ、それからバトルシーンのアクションもめちゃくちゃ切れておりまして、個人的にすごい好きだったのが、クバールっていうキャラクターでございまして、これが、 まあ、敵キャラクターなんですけれども、人を殺す魔法、ゾルトラークっていうものをこのように生み出して、まあ、昔暴れまくっていて、もうヒンメルたち、もう手がつけられなかったんですよ。ですから、もう、封印処置を施して、もう時間を稼ぐほかなかったっていうね。クバールの魔法っていうのは、あまりにも世界にとって衝撃で、もうクバールが封印された後ですね、その魔法を、もう人々っていうのは研究に研究を重ねていったわけなんですよね。そうした結果、その時の流れの中で、クバールの魔法っていうのは、人々のって、この世界の中の魔法体系に、 込まれていって今ではゾルトラークっていうのはあの時はものすごい強烈な魔法だったんですけども今となっては一般攻撃魔法として扱われているっていうねこの時の流れの無常さっていうのをまさに表現しているシーンなのかなと思ったところでございましてでもクバールは全く核を落とさないまま行くんですよねもう最後にそのクバール対策されまくったクバールの魔法に対して相手が防御魔法を展開していくんですけどもその弱点っていうのも一瞬で見抜いてでもそれを上回るフリーレンの魔法の出力でやられてしまうっていうねこのかつての最強 と思う時の流れには逆らえなくって、一瞬で一掃されていくっていう。そんなシーンではあるんですけれども、全くもって格好を落とさないまま、格好よく散っていくっていう。このクバールは、一瞬の登場だったんですけど、めちゃくちゃ印象に残った敵キャラクターでしたね。まあ、そんな感じで、初回2時間、めちゃくちゃいいシーンたっぷりあったんですけども。全部あげたら、きりがいないので、これぐらいで抑えていこうと思うんですけども。そんな感じで、本当、魅力的な映像と音楽。そして、声優さんのお芝居が合わさって、最高のシーンに、あの、どこも仕上がっているっていうところがですね。まさに、なんか、文句のつけようがない。 クオリティで申し上げてきたなっていうところが、あるり作品早々のフリーレン、まあ初回放送、2時間でございました。ということで、今回はその中で、ね、早々のフリーレン、第1話から第4話、2時間を見ての、感想を話していったんですけども。いや、めちゃくちゃいい始まりでしたね。うん。まあ、本当ドカンと盛り上がって、うおとね、声を荒げるような作品ではないんですけれども。本当じんわりと人の心に寄り添って、もう染み渡っていく、少しずつ染み渡ってね。あ、なんか、良かったなと思わせてくれるような作品だったわけなんですよね。今後、このフリーレンの、まあ、新たな旅っていうのは。 まあ、どんな感じに進んでいくのかめちゃめちゃ気になるところでございますしね。まあ、2クルにわたって放送するというところでございますので、まあ、このね、かなり気合を入れた、えー、早々のフリーレーンというアニメがですね、今後どんな感じの、えー、奇跡を辿っていくのか、えー、気になるところかなというところでございました。皆さん、ちょっとこのお願いします。それじゃまた。